これは大垣労働基準監督署が開いたもので、性能西9町の事業所の関係者、およそ50人が参加しました。厚生労働省によりますと、化学物質を原因とする労働災害は年間およそ450件発生していて、このうちおよそ8割は規制対象外の物質が原因であるとされています。こうした状況を踏まえ。 昨年度から職場における新たな化学物質の規制が始まっていて、これまで674だった対象物質が、再来年4月までにおよそ2900まで順次追加されます。概要を説明した大垣労基書の祖父江誠安全衛生課長は、対象物質が増えたことで、これまで以上に皆さんの自律的な管理が必要となると訴えました。 また、制度改正のポイントを解説した富士製空工業所の奥田敦代表取締役は労働者を守るため事業者には化学物質を扱う危険性や有害性を調査し対策するリスクアセスメントが求められると語り不明な点などがあれば監督署などに相談するよう呼びかけました。